ママ狩り。こんばんは、よしです。まみです。今日は前田みなみの居酒屋食堂一撃さんに行ってみたいと思います。まみも初めてだよ。イエーイ、テンション上がるでーじゃあ行くぜ、レッツラゴー。イエーイ。ワイワイヤっていう焼酎のロック。いつもの生一杯目。では、お疲れ様です。あ、すごく飲みやすい。いいね。おいしい。肉じゃがの味が染みておいしい。こっちやよ。すごい濃い。うん。多分九州のあれやな、刺身醤油じゃん。今日あってやん。うん、美味しい。あ、そうなんじゃ。ドランドラン。いえ。もち米焼酎、断焼酎って何だろう。断焼酎って何だろう。断焼酎って言う。もち米焼酎です。あ、やばい。じゃあ、まちまち。赤にうつった。茶飲みすぎ注意。お、全然平気やわってタイプの。完全に赤にうつ。きっと今日も。めっちゃ美味しそう。ゴリのお刺身です。すごいツヤ、うん、とろける。うん、口の中とろける。美味しい。うまい。とろけるよ。すごい脂消えていく。脂抜けてすごい美味しい。美味しい。これうまいな。ソフトクリームのようなつけちゃう。うまいのかな。うまっ。うまっ。おいしい。うちのソフトクリームやなって。うん、じゃあソフトクリーム口に入れた瞬間溶けていくやん。その溶け方予定だけで味は全然ちゃうで。こっちも美味しいで。分かってる。新鮮で。めちゃめちゃ美味しい。あ、ですよね。大好きなんです。ママ狩り盛り付けがすごい綺麗。ママ狩りがね、すごい綺麗。盛り付けが。いただきます。うん、おいしい。酒のつまみ、いけました。酸味もなく、お酒が進みます。おまかりいただきます。おいしい。うん、おまかり大好き。そんな酸っぱくないし、レンコンとレンジンで大丈夫ですか。生姜ではありません。すげえおいしい。
ナミは3杯目行こうと思います。なかなかのもんね。まだ2杯目だからね。まあ、ロックや。今日は多分ナミを連れて帰らなあかんと思ってるから、ちびちび飲んでます。そうそう。また転んだら感じ。入れて。3やつ。3、3、3。安定の3杯目。これはなかなか、麦のなかなかっていう焼酎の水割りです。いいペースです。寸胴が来たよ。寸胴が来たよ。書き入り。入ってるの？いや、ゼロじゃない。辛い。ちょうどいい。はい。美味しいです。細やかで、ね、で、牡蠣の味が染みてる汁に、いいコメント。風味が、牡蠣風味がすごい。うんうん、大将辛くしすぎたちったけど、これぐらいで落ちちょうどいい。牡蠣もプリプリで、あんまり熱も通りすぎてなくて、すげえ美味しい。これ美味しいな。完食。めちゃくちゃ美味しかったこれ。うん、めっちゃ美味しいわ。三杯目です。うん、やってる。近い。3杯目です。こっちが約束で、こっちが安い、グー。黄金食べる。美味しそう。これ、やっても風味はずっと残ってる。1日4回測った体温から、その人の安定の状態の予測ができちゃうという。ね。フルーティー。うん。あんまり、今言うとしよう。うん。笑いちゃうけど。まずい。おいしい。ちょっと辛いめ。野菜がシャピシャピ。ごちそうさまでーす。いただきます。あー、うそ。答えをお願いします。いただきます。粉が繊細。めっちゃなんかふわふわ。ふわふわ。な。生地が辛い。美味しい。結構美味しかった。めっちゃ美味しかったね。今度食べよう。マジで。たまにありますね。そういうのよね。ありますよね。うん。ありがとうございます。おまけもいただきましたね。いっぱいいただきました。あの、また必ず来ます。一撃戦いただきました。めっちゃ美味しかった。一個一個心がこもってて、もう味もすっごく美味しかったし、お酒もすごく豊富にあってよかった。そうそう、大将が岡山の人で、岡山の郷土料理とかも食べられるし、うん、おつまみもね全部美味しかったです、うん、もう牡蠣最高、牡蠣おこ最高、めっちゃ美味しかった。美味しかった。でお豆腐も美味しかった。きめが細かくって甘くって美味しいです。ぜひぜひ行ってみてください。大将の、ね、奥さんも楽しい人だし、すごくいい人です。お客さんもめっちゃ面白かった。
よかった、また行くと思います、はい、会った時は声かけてください。おすすめの店です、ぜひ行ってみてください。じゃあねー、バイビー。